日本ではまだプロゲーマーが存在すらしていなかった時代、数ある格闘ゲームがひしめく中、とあるゲームがひときわ異彩を放ち、格闘ゲームファンたちを魅了していた。システムとか操作性とかは俺は未だに全くないね、文句がね、ヴァンパイアハンターに関しては。俺の中ではもう完成されてるゲームやから、うんうん、もうこれ以上下手にいじらなくてもいいし、うんうん、今や格闘ゲームファンの間では知らぬ者はいないスーパースター、プロゲーマーの梅原佐古。そう、彼らが夢中でプレイしていたのがヴァンパイアシリーズである。果たしてなぜ彼らはそこまで夢中になったのか、そして何がそこまで彼らを魅了したのか。今 HD となってよみがえるヴァンパイアの魅力に迫る。最初のヴァンパイアかな、最初にやって、それは13歳ぐらいだったかな、多分小学校の頃やねんけど、その初代ヴァンパイアで、そのたまに友達同士でゲーセン行って、でそこで初めてヴァンパイアを見つけて、当時ほら格闘ゲームってすごい出てた時代だったから、で結構いろいろ手出してたんだけど、まあ、やっぱカプコンのゲームが好きで、スト2ばっかりやってたんだけど、なんかすげえ絵が綺麗で、ゲーセンにあって動いてる画面見るわけやけど、その中でも異質なぐらい綺麗やったから、まあ、ちょっとやってみようかなっていうのがあったかな。今というよりかは、まあ、当時そのヴァンパイアが出た時代っていうのはやっぱスト2全盛だから、ジャンプしちゃダメですよっていうのが当たり前だった。そうだよね、ジャンプしちゃダメだし、相手に攻め込まれてる時はガードするしかありません、はい、っていう、あとは相手がガード固まったら投げで崩すっていうのが、まあ、格ゲーの常識だったんだけど、ゲームスピードが速くて、うん、なおかつシステムが多くて、はい、うん、ただこう相手がなんて攻めてくるのを待ってるっていうスタイルじゃ勝てないっていうのが当時やっぱそうだったらしくて、でガードしててもガードキャンセルで切り返せるし、その守りの強いゲームやのに攻め手がめちゃくちゃそれを上回るぐらい強いから、うんうん、かなりバランスがいいシステムっていうのが。ヴァンパイアは飛んだ後にダッシュしたり、うん、飛び道具打ったり、うん、みんな平等に、ね、連続技があって、うん、でしかもなんか当時のこだわりがあったんだよね。俺は全部そのキックなんか小中大みたいな下段なんだけど、俺途中に立ち混ぜるよみたいな意味ないんだよ、意味ないんだけど、当時はみんなそういうところで楽しんでた、はいはい、俺のちょっと個性的でしょみたいな、はい、で最後絶対ダウンさせた方がいいんだけど、俺おしゃれでダウンさせないみたいなのとかあったね当時ね。盛り上がりに関してはすごかったよ本当に。マルゲアってあったでしょ、神田にね。そう神田にあったでしょ、はいはいはい、であれヴァンパイアハンターが出る前から俺ゲーセンに行ってたんだけど、へえ、12時から大会開始なんだけど、うん、普通の大会は10、まあ、11時とか、うん、早くて10時半ぐらいからの、うん、一番先頭がね、はいはいはい、12時オープンで。ヴァンパイアはね俺結構張り切ってて9時に行ったんだけど、はい、もうすでに20人ぐらいになるんですよ。へえ、過去になかったね、俺がその秋葉に行って見たそのゲームの盛り上がりでは。ああ、過去最高の盛り上がりを見せてたね。一番セーバーで困ったのはアドバンシングガードで、めちゃくちゃ上手い人が一発当てたのにそれをアドバンシングガードで弾くっていう一発アバガっていうテクニックがあって、でそれをどうやってやるのかなと思ってあまりにもわからんすぎてそれ聞いてん。じゃあ、こういうやり方があるっていう、弱からそのまあ人によって違うけど、弱からずっとボタンをこするような感じでシャッってやったら回すようにやったらそのアドバンシングカードが出るよって言われて、へーってなって、まあそれが今必須テクニックみたいになってるけど
まあ、サコさんには伝説があると思うんですけど、サコスペシャル、はい、まあ、ジフレコンボをつなぐとか、うん、まあ、僕も現役でヴァンパイアやったんですけど、うん、あれはまあ人間のできる技じゃないと。あれは家庭用のサタン版かな、はいはい、で毎日どれぐらいかな、やってた時はもう朝から晩までひたすら同じことを永遠とボタンが潰れるまでやったり、そんなに何個アケコンを壊したかなっていう多分5台は軽く壊してるそう。あのコンボは、うん、もしミスったとしても、うん、めちゃくちゃ運べる、画面端に運べるっていうリターンがあるわけ、はい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 、うん、とりあえず運べたらいいなっていう感じでやってたから、あ、もしミスっても別にそんなに被害があるわけではない。確かに、うん、梅原くんって言ったら286連勝これは多分秋葉のセガで、そう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 、たまたま後ろ通った人が、あ、ヴァンパイアハンターだ懐かしいみたいなこと言って、うん、連勝のとこ見て、えっとか言ってそう、だから声が聞こえてきて、その人が通りかかった瞬間が255連勝目だったの、うん、すげえこの人カンストしてるよって言って、まあ、当時カンストって言えば255じゃん、あ、勘違いしてるなみたいな、うん、思ってたんだけど、本当に255で実はそれカンストで、256連勝したら俺チャレンジャーに戻ったの。そうなの。そう、あの最後にさ、なんかあの記録みたいなところで連勝、なんか今日の最高連勝みたいな感じが出るじゃない、で、あそこにはもしかしたら286って出るのかなと思って、そのことがすごい気になっちゃって、CPU にワールズ負けたの、うん、で見たんだけど、結局その2周目の連勝しか出てなくて、これこれね、ギャラリーがいたからいいけど、ギャラリーいなかったら300連勝近くしてんのに27なんかランク圏外みたいな感じになるのかよと思って、あそこはちゃんと作ってほしかったなと思った、ね、あそこがね、あれすごい寂しかった。そんな、うん、大会自体はセーバーは攻撃04かな、04が一番自分の中で大きな大会で、あの時初めて種目選ばれたな、セーバーが、はいはいはい、その前日に前夜祭っていうのがあって、5on 5があって、関西対関東っていう、洪水になってしまって、その中で対戦したその関東のプレイヤーの小翔っていう同じバレッタ使いの子がいて、その子とその決勝戦で当たった時が今でもよく覚えてるかな。あ、うん、関東最強のバレッタと関西最強のバレッタが決勝で当たったという、うん、その時はちなみに結果はサボさんの勝ち、うん、その時は勝てたから、なんとか何も考えてなかったんだけど、うん、うん、まあ、俺もライバル視してたから、あ、うん、はいはいはい、まあ勝てて勝ててどやみたいな当時の大会、いや、もうガチガチだよね、緊張でね、うわーと思って、うん、でしかもなんか怖えのが、うん、俺の前に並んでた人たちが2人いたんだけど、その2人知り合い同士じゃないの、でもなんか並んでるのをきっかけになんか仲良くなってたの、はいはい、で何使ってるんですかみたいな、いや、僕ビシャモンです。あ、ビシャモンですか、僕どの番なんですよみたいな、で、まあ、ちょっと雑談した後に、ちなみにお肉首ひねりっていうビシャモンの超強い技なんだけど、ハンターでお肉首どう思いますかみたいな話をそのドロバン側が振って、で、いや、僕はああいう技使わないですね、あれ汚い技ですから僕ああいうの絶対しないですみたいな、あ、僕もすごいその考え一緒ですみたいな、いや、すごい嬉しいなみたいなこと言って、でその2人当たったのね。で、そのビシャモンがめちゃくちゃお肉首をそいつはめ殺してて、しかもそのお肉首やった時のレバガチャがもうほんと、もうやらなきゃやられるみたいな感じで、すごいの、もうこんな画面見ないレバガチャしてて、2人ともガーとか言って、でさっきの会話何だったんだよと思って、もうなんか怖くなっちゃって、もう誰も信用できないと思って、もう人の言葉は信じていない、もうここにいる奴ら全員敵だと思って。
サボさんが東京に来た時に、うん、俺と梅原くんサボさんと対戦したことがあって、うん、覚えてる覚えてる覚えてる。あの時それが初めての遠征ですか？うん、その時はね、関西におぼろっていうプレイヤーがいるんやけど、うん、その子がぜひ一緒に行かへんかって言われて、まあ初め全然乗り気じゃなかったんけど、うん、遠征とかめんどくさいしみたいな感じで、まああまりにもしつこいから、うん、まあちょっと一回行ってみようかなみたいな感じで行って、うん、なんか確かモアに来たんだよね。そう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 、俺たちがもうやってない時にサホってすごい人がいるって言って俺らやらされたんですよ。あれあの時やらされた？やらされたんだよ。あ、嘘、俺も多分そうで、その時初めて対戦して、まあ結果はそれは俺が勝ったけど、実はめちゃくちゃ嬉しかって、その勝ったとか言うじゃなくて、そう対戦できたことが嬉しくて、うん、で声かけに行こうかなと思った矢先に、そのちょっと関西でも空気読めない子が、うん、どうでしたかみたいな感じで言われて、うん、その対戦した後に、うん、でもういいやと思って、うん、もうやってないし、うん、まあみたいな感じで、もうなんかもうそっちが疲れちゃって、こいつこいつ何をしてくれてんだみたいな、うん、もう俺のセーバー全然やんなくなっちゃって、うん、ゼロスリーばっかりの頃だったから、うん、多分佐古さんがセーバーやってたのって、うん、だからヴァンパイアでの対戦経験っていうのはほとんどというかもうないに等しいね。ヴァンパイアに対する同じ熱量を持ちながら、くしくも相まみえることのなかった梅原と佐古、そんな彼らに今回ヴァンパイアリザレクションを触ってもらった。でも完全再現されてるねこれ。しかもなんかね、あのゲーセンだとこのザベルステージって遅くなるのね。ザベルステージを指す感じ、ステージって、うん、多分遅くなってないのこれ。スピードもちゃんと、うん、遅くなってないだから、ゲーセンよりいいんじゃないかな。ゲーセンよりいいものが減るね。あれやり込んでる全然そんな動きじゃないです。おおこれ何点出るか。懐かしい。サコさんが47点差出さないでね。久々にやると難しいこのゲームなんですけど。うわ、忘れた。いや強いよな。難しい方でなく、相手簡単な方を。なかったね、気づき。あ、日本でしょ、確か。あ、そうだよね。久々にやる楽しさが。タイムオーバー全く時間見てなかった2人とも楽しすぎすぎてタイムオーバーになるそうですね、まあ当時はやっぱゲームセンターでしかできなかったゲームで、地方の人とかこのゲーム好きなんだけどあんまり対戦できないっていう人もたくさんいたと思うんですけど、まあ、ネット対戦で、心置きなく対戦できると思うんで、まあ、そこがやっぱり一番魅力なのかなと思いますね。まあ、ハンターと、まあ、セイバーを収録してるってことで、まあ、ハンター好きな人も、まあ、セイバー好きな人も両方楽しめる、うん、10年以上前のゲームなんですけど、今やってみても全然動きも綺麗だし面白いんで、初めて見る方もいると思うんですけど、もうぜひぜひやってほしいですね。ヴァンパイアリザレクション2013年3月14日発売。さらに E カプコン限定先着特典としてプレミアムサウンドトラックをプレゼント。